おはようございます。おはようございます。じゅんです。ゆっこです。はい、今日はブリヂストンさん主催のドリームフェスタに参加しております。しております。すごいっすよ。ゴルフ場は、うん、市原。パーン。市原ゴルフクラブ市原コース、はい、市原コースですに来てます、はい、私ここないんですよ、ね、ない、うん、初めて来ました。私もわかんないな、うん、隣柿の木台コース、あ柿の木台は多分なんか行ったことある、ね、うん、隣にあります、隣にあるね、うん、はい、今日雨も上がってね今、はい、あね、さっきまで雨降ってたけど、うん、後半の、ね、後半というか私たちのね後半組は雨が上がっております、うん、よかったです、ラッキーです。ただ寒い、寒いね、うん、今日は、うん、ベストボールなんで、はい、私とゆっこ、力を合わせて頑張るよ頑張っていきましょう、はい、頑張っていきます、うん、はい、まあね、うん、楽しくね、うん、頑張ってパーを取っていこう、取っていこう、うん、普通はねバーディーバーディーみたいな感じなんだけど、うんうん、きっと僕はねプロと一緒にラウンドができるので、はい、写真もねいっぱい撮っていいそうなんで、うん、動画もね、はい、ちょっといっぱい盗みたい、プロの動画もお届けしていきまーす。どう？どう？よろしくお願いします。お願いします。さあどんな球が出るか一発目オッケー、ライス、オッケー、ママかな、ナイス、はい、もう安心ですわ。なんでよ飛ばしてくれ。安心ですよ。お、いいよ。ちょっと右だよね。同じところ。部屋まで出ない。ナイス。オッケー。あれだっけ。多分なんかボギーもやっちゃいそうな気がするから、まあ、バーディーも1個とか2個とか頑張って取って、うん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 、パープレーをね目指したいです、うん、目指していきたいですね、はい、でまあよかったらアンダーとかね、ね、出ちゃったらいいけど、いいなー、パターかなー、そうだね、さっきね教えてもらったのをちょっと意識してね、ショートパット、そうだね、うん、しっかりラインをねそこに打つだけみたいな、ここに打つだけ感じで行ってみますか、はい、とにかくパープレー目指して、パープレー目指して頑張っていきたいと思います。2回打てんだもんな、いやでも乗せないといけないからね、そっか、セカンドが、頑張ります。はい1打目は私のボールを採用します。まだ230ぐらいあるんですけど、ここはパー5なので浮いてる、浮いてる、あでもこれねマークして、うん、ピックできんの、あ、そうなんだ、そうで、どっち先打つみたいな、あーなるほどなるほど、左の番、でもそこまで多分届かないと思う、よし、おーっていう完璧完璧だ、え、もう私打たなくていいんじゃない、いやいやいや練習しとこうよ今後のために練習しといて私打たなくていいんじゃないっていう、今後のために3番ウッドで打ちました。そっか、練習のためにね、そうそうそう、いいね、ナイスショー、オッケー、うん、よしよしよし、ナイスナイスいい球です、はい、ちょっと汚れたここはパーかバーディーで、パーかバーディーだってねよし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 、今ね、パー4かと思ったから長かったと思う、そうだね思ったよね、よかった、ここで頑張って寄せてんだ、ワンパット、ワンパット行きたいですね、パターも2回打ってるの、パターも2回ずつ打ってる、お 1回ずつ、ね、いや増やします、増やしたけど2回ずつ打ってる、面白い、それはなんか前回なんかこういうなんかダブルスだからそういうスクラム出てる、うん、みんなそのスコアだったらインスタン上がってるけど、うん、めっちゃみんないいスコアだから、うん、なんでそんなにそんな出るの、そうそう、だから思ったけどパー5とか、うん、女性がレディースで打って、うんうん、セカンドがなんか、そうそう、わかんないけど男性がとか、そうだ、パー4とかも、うんうん、多分50ヤードとかしか残んなかったりとか、うんうんうん、多分するんじゃないかな、あ、なるほど、そうそうそう、あれこれ、あ
両方とも同じようなとこにあるじゃん、ね、っていうか勝手もっと前まで行ってたと思ってたね、全然飛んでなかった、ね、意外とゆっこめっちゃ飛ぶじゃん。飛んでたね。5番ウッドうまく当たったらしいです。どうしよっか。でもやっぱ近い方がよくない？そうだね。うまくして流れ的にゆっこから打っていくか。流れ的に今順からって言おうとしたのに。どっちもいいよ。私から打つ。自分はもうそうそう最初はもう順調かって決めよう。はい。よし。これ右の方がいいのかな。ん？なんか右階段に行ってんのかな。こうだよね。こうよね。うん。いい感じ。これは来たよ。おお、ナイスオン。もうちょい？いや、ナイスオン。完璧じゃん。完璧？うん。あれかな、私が先打った方がいいのかな。どっちでもいい。いいよ。トップじゃない。いやでもね、止まるよ。あ、止まっ。え？あ、え？なんか消えた。なんか手前がなんかこうなってんのかな。ゆこの近いんじゃないこれ。なんかマウンドがあったのかな。これうん。ゆこのでしょうよ。ナイスじゃん。に。さすがでーす。やったー。いやーでも一回そうだ。ナイス。出だしバーディー。最高。さすが。いやーよかった。やっぱ朝の練習があったからちょっとなんか気持ちよく打てた。よかったー、うん。あれやってなかったら打てなかったかもしれない。おさすが西山さんです。西山プロにおかげです。教えてもらったおかげで。ナイスバーディー。楽しい。いやまさかのじゃない。いいね、うん、ありがとうございます。もっと、うん、でもさすぐ調子乗ってやつやっちゃいそうだ。はい。112 どうする。また私から。最近もうこの距離ももう私なんかあんまりできる気がしないのよ。ゆっこちゃんもっと弱気の純ちゃんがいます。さっきみたいに打てたらいいんだけどね。打てる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 。できるできるできます。できるできるできます。完璧。いいかな。いい感じ。おっと短い。ちょっと短かった。ちょっとなんか惜しい。頼むよ。乗せよ。はい。とりあえず乗せたい。大丈夫。よし。大丈夫。大丈夫。大丈夫。いい。いや右ですけど。いいよ。引っ掛けてない。乗れ。あ、あなく。ああ。お。止まんない。止まんないです。止まんないね。これはピンチです。ピンチです。早速ピンチです。行かん方がいいのかな。うん、ちょっと見てみましょう。そうね、右からだとちょっとなんか私の頃は下ってっちゃう。そうだよね。なんかお山が邪魔そう。お山が邪魔そうだよね。順の方はいいかな。そうだね、うん、そんな気がするよ。そんな気がする。うん、寄せておきたいね、これはだな。あーね、そうだね。先打つ。お願いします。頑張って。はい。あれのしやっぱ先ようかな。え、私なんかちょっとラインの人もいいな。これ見せる、見せれるかな。じゃあちょっとやって。そうね、そうちょっとラインと転がり具合を見たいね。そうそうそう。うまいんじゃない？おー
ね。これは何だろうな。手前の方がいいっすね。そうだね。やっぱ意外と転がった。確かに。うん、わあ、ちょっとこれ緊張するね。手前かなみたいな。お、さすが。すごい。ナイス。2連続バーディー。お、素晴らしい。貯金がめっちゃできてる。できたね。うん、おっと。いや、素晴らしい。このまま頑張りたいですね。あ、次はプロがいるホールですかね。あ、お、プロにセカンドを託して。よし、よし。バーディー行こう。バーディー取る。森山エリプロです。お願いします。なんと同じティーから打ってくれるということで距離の差が多分すごいことになるの。300ヤードの打ち下ろしなのでまさかのワンオンチャレンジです。なるかもしれない。どうですか、いけます？もう満振りしたらどうなんですか。ちょっと待って、まあでも多分ティーもちょっと、まあ、近くまでは行くと思う。おー、すごい、すごい。頑張ります。福山プロの平均の飛距離ってどのくらいなんですか、ドライバー。だいたい250ぐらいですね。平均が250だからね。夏場でそのぐらいなんで。すごい。今はどうですかね。寒いから降らないと飛ばないです。そうですよね、はい、そうですね。え、冬はクラブとか変えたりするんですか。オフはそうですね、調節の時期ですね。へ、試して。そうなんですね。なんか見たことあります、でもリンゴルフ、チラッと、はい、チラッと。お時間があるときに。さりげなく宣伝する。じゃあ先に。お願いします。打ちますね。じゃあお願いします。お願いします。プロがいるから。いや、楽だわ。もう。打つ打ついっております。打っちゃうぞ。左に飛ぶ。うん、大丈夫か。フェアウェイです。ナイス。フェアウェイですか。イエーイ。こんなに細いのに。すごい。今びっくり。結構そこライ悪くね。なんか大丈夫。上級者の会話で。ライオ。ライオ。バンカーですよ、あれは。おー、フェアウェイですね。あ、本当に、はい、フェアウェイです。よしよし。いや、めっちゃ右ミスよ。大丈夫だよね。まあ、近くまでしか行かないんで。うわお、すごい。いやー、ナイスです。はい、全然ナイスショットです。いやー、いやー、とんでもない。いやーだよね。何をこう気をつけて、何を気をつけて、はい、ドライバーとか。あー、振ってますか。起き上がらないようにですかね、私は。はい、あすぐ分かる。すぐこうやって球見たりとか、はい、起き上がったりとかするミスが出ます。打つ瞬間とかで、はいはい、しっかりボールを見ることですね。そうですよね、はい、本当にあのノールックができない。ノールックすぐシュッて見ちゃ う, そうすぐ見ちゃうんですね。でもみんなそうですよね、やっぱ追いかけちゃいますよね。追いかけちゃ う, みんな悩みは一緒なんですよ、はい、そうなんですね。もう、はい、本当に変わらないと思います。みんな同じ人間です。なんか優しいですね。どっちのボールを取りましょうか。
もちろんプロ。そうだよね。もちろんプロのボールを、はい、もちろん一回使っちゃうと使えないから残してくっていう手もあるんですよ。ここで。そうなんですよ。さっきからずっと皆さん心理戦してるんですよ。あの10のボールいいんじゃない？そうだよね。80ヤードだもんね。そう距離ないんですよね。そうですね。じゃああっちにしますか。ボールにしよう。はい。いやでもプロさすがめちゃ飛んでる。もう残り50ヤードですよ。いいんじゃない？左。ああナイスオンです。とりあえず持った。めっちゃいいとこです。分かった。とりあえず乗れました。なんとも言えないえへへへへへって感じです。近いのが1個あそこに。確かに。あるぐらい大丈夫。はい、大丈夫です。ゴルフ以外って何かこう趣味とかあります？趣味、うん、はい。趣味。私猫が好きで。私も大好き。すぐかぶしてくるね、ゆこちゃんね。5匹？はい、5匹いるんですよ。猫と戯れてます、お家で。あ、最高です。猫か。猫派なんですね。あんまりいないんですよ、猫派が私の周り。確かに確かに。私は犬派です。なんか楽と楽無視されてます。ワンちゃんはでも可愛い。ゆっこ。あ、近かった。ナイスオンです。ナイスオンです。どれぐらい外してますか。カップは外してみたけど。カップ縁ぐらい。縁ぐらい。はい、左の縁ぐらい。入った。もっともっと。あ、惜しい。曲がらない。まっすぐ。多分縁だとダメ。縁だとダメっぽい。縁だとダメっぽい。むしろなんか最後ふんしてたようにも見えましたね。わかります。どうなった？最初スライスでスーッといったけど。ほぼ。うん、私まっすぐ行くとかなんか。まっすぐがほんのり左側。まっすぐ。最後なんかフックしたようにも見えた。確かに。あ、でもスライスですね。確かに。なんとも言えない。なんとも言えない。なんかどっちも見えるんですよね。にもあの間。これでもユッコのボールだから、これはそう見たんですよ。意外と重かった。浮きで、はい、行かせていただきます。お願いします。この球は何だった？よく入れちゃってください。頑張ります。頑張ります。スライス。ちゃんとスライスでした。おー、です。ありがとうございます。ナイスホール多分。あ、一緒に。あ、OK だ、やった。よかった。よかった。パーでね。いい感じだね。いい感じ。すごい、女性二人で、うん、バチバチ回ってるなんてすごい。なんかね、パー3のチップインすごかった。いや私もびっくりした。チップインってなかなか、私パッタリです、チップインの中で。